マリー・レティシア・ボナパルトは、第二帝世紀フランスの統治者ボーナパルト家の一員。イタリア王族で、母方の叔父にあたる、元スペイン王、アオスタ公、アメデオと結婚した。イタリア語名は、マリーア・アレティツィア・ボーナパルテ。フランス皇帝ナポレオン三世の重帝である、ナポレオン・ジョゼフ・ボナパルトと、その妻で、イタリア王、ビットーリオ・イマヌエーレ二世の娘である、 マリアクロティルデの間の長女として、パレロワイヤルで生まれた。二人の兄、ナポレオン・ビクトルとルイと一緒に、パリやローマ、イタリア諸地方を転々としながら育った。1870年に、第二帝政が終焉を迎えると、一家は、レマンコ畔の風光明媚な所領に今を構えた。マリー・レティシアは年頃になると美しく成長し、本物のボナパルト家らしい顔立ちとされ、 王子ナポレオに一世の美貌を歌われた妹たちによく似ていると言われた。彼女には母方の重帝でアオスタ公爵家の父エマヌエーレ・フィリベルトや同族のまたいとこであるカニーノウ・ロラン・ボナパルトとの縁談があったがいずれも実現しなかった。やがてマリー・レティシアは母親の実弟であるアオスタ公アメデオと親しい間柄となり1888年に二人は 婚約した。このおじとめえの結婚は、イタリア宮廷では大きなスキャンダルとして取り沙汰され、二人は、教皇レオ13世から特別の許可を得て結婚に踏み切った。レオ13世は1902年、王族間でのおじとめえのような血縁の近すぎる結婚に許可を与えないことを宣言したが、この宣言には、アオスタ公爵夫妻の近親結婚が影響したと考えられる。 マリー・レティシアとアオスタ公の結婚は1888年9月11日にトリノのトリノ王宮で執り行われた。アオスタ公は最初の妻であるマリー・アビトーリア・ダル・ポッツォ・デッラ、チステルナと1876年に死別しており、この結婚は再婚だった。新郎と新婦は21歳の年の差があり、マリー・レティシアは新しく次息子となった3人の 重帝たちとは年齢もさほど離れていなかった。マリー・レティシアは夫との間に一人息子、ウンベルトを設けたが、夫は1890年、結婚したわずか2年後に亡くなった。夫と死別後、マリー・レティシアと息子のサレーミハク・ウンベルトはイタリア王室からの年金を頼りに暮らした。アオスタ公爵家の財産はアメデオの繊細で裕福な資産家だったマリーア。 ビットオリアがもたらしたものであり、夫と戦災の間の三人の息子たちにしか受け継がれなかったのである。マリー・アレティシアは第一次世界大戦中、一人息子のウンベルトを亡くした。未亡人となって以後、マリー・アレティシアは20歳も年下の若い軍人と愛人関係にあった。すでに息子を亡くしていた彼女は、1926年に死んだ時、この愛人に遺産を残した。 ありがとうございます。